自転車会を開催をしたかったんですけれども、まだまだ昨年の11月制限が多くて断念をいたしました。1年遅れましたけれども、感染者の数が減らない中で、本当にこのようにたくさんのご来場を迎えて開催できることを心から嬉しく思います。